はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ、また今日も頑張っていきましょう。向こう行きますよ。さあ、今日は28回と、南アメリカの地市ということでございますね。うん。またまたどうですかねって感じですね。この辺りがちょっとやっぱり茶色っぽくなってますもんね。まあ乾燥してるんだなって感じもありますけど、こっちもそうですよね。まあ後でありますけど、パタゴニアっていう場所ですね。はい。 そして、このアマゾン川。ここがアマゾン川ですね。アマゾン川流域のところがやっぱりね、緑くなってるということで、まあ熱帯雨林の広がる地域ですよね。まあこんな感じに、やっぱりね、よくよく衛星画像っていうのはカラーでよく見れますのでね。こんなところもちゃんとしっかり見とくといいでしょう。でね、意外とね、共通テストで、まあセンターの時代からよく出てるのはこの辺りですかね。これラプラタ川なんですけどね。ラプラタ川のこの辺り。色が薄くなってますもんね。 ここは浅い海ですよね。大陸棚ですよね。これ何回か問われてますからね。まあしっかり土砂がたくさん入り込んできてということです。まあいずれここも埋まってなくなってしまうんでしょうけどね。はい。さあ、それじゃあ今日は南米頑張っていきましょう。じゃあ内容入っていきます。さあ、地勢ということですね。まずはアンデス山脈がうにゅにゅにゅと。長いですね。南米大陸の本当に端から端まで入るという感覚です。 そしてチ、父チカカコ。アタカマ砂漠。まあ、この辺が代表選手ですよね。そして、コーヒー栽培の盛んなブラジル高原。まあ、北部地域は砂糖キビですけどね。南部地域のコーヒーと。そして、先ほど出てきたアマゾン川。ここ、赤道が通っていくんですよね。赤道の位置関係もしっかりとということです。さあ、そしてここは川の名前ですよね。川の名前としてはアマゾン川。オリノコ川。 そしてラプラタ川。この三つの河川ですね。これがまず基本形です。まあ、地市のところは川を抑えなさいって話もしましたもんね。なのでまず川をしっかり押さえてもらうと。さあ、そしてこの南米地域は独特な植生体が問われてきますね。まあ、ブラジル高原のところ。そしてパンパ、パタゴニア、アタカマ砂漠、セルバ、そしてリアノというところですかね。はい。まあ、特にこの セルバ、熱帯雨林でしたね。これは気候のとこで話が出てきましたね。セルバ、熱帯雨林と。日本語では熱帯雨林って言うんですよね。うん。まあこれはこのがもともとポルトガル語。まあもしくはスペイン語でもセルバって言うみたいですよね。で、英語ではジャングルって言うんですよね。熱帯雨林のこと。そして、このオリノコが流域のところが、これが熱帯草原と入れるものですね。 うん。ちなみにこの辺りは、ケッペの気候区分、サバナ気候が中心的に出てきますね。あとはこのブラジル高原のところ。まあ、この辺りはカンポというのがありますね。まあ、この辺りもサバナ気候と。そしてこのグランチャコのこの辺りぐらいまでサバナ気候が分布しますかね。そしてパンパ。これは温帯草原と。草原の名前なのよね。 で、ここで何気なく書いているんだけど、南米大陸っていうのはさ、赤道が多いし、あとはこの陸地がね、先つぼみなので、結構、まあアンデスタネクはだいぶね、風を遮ってしまうところはあるけれども、意外と海の影響を受けやすいっていうのがあってね、あまり乾燥地域って、まあこうやってある程度限られた場所しか出ないんだよね。基本的にこの気候が多いぞと、まあここはちょっと知っといた方がいいのかなって気はしますよね。 特にこの南米大陸はサバナ気候の分布が非常に多いので割合的なものがね。ですので熱帯が非常に多い、熱帯気候の中でもサバナ気候の分布が異様に多いぞというのが他の陸地との違いっていうところなんでしょうね。はい。そしてアルゼンチンのパンパでは小麦の栽培やトウモロコシ、あとは肉牛の生産なんかも盛んだということになりますか。そしてパタゴニア。これまた後出てきますよ。この子はケッペンの気候区分では BW。 まあ、ダブリは美出点って意味ですけどね。砂漠って意味ですけど。はい。あとは、ここにフィヨルドがいますね。フィヨルドですよ。チリに関しては、こういうフィヨルドを持ってます。チリっていいですよね。チリですよ。このアタカマ砂漠もチリですからね。気をつけてね。で、このあたりに関しては、なんと言っても、ここフィヨルドがいますから、サーモンウロチロしてますよ。ね。洋食と。はい。 で、地理に関しては日本とも EPA 結んでますからね、経済連携協定取ってますので、サーモンだけではなくて、あとはワインなんかも地理から送られてきますもんね。まあこういうところも何気なく地形のところから引っ張り込んで押さえていくとよろしいのかなと思いますよ。はい。さあ、これが全体像でございましょうか。はい。さあ、それじゃあ続けていきます。今度はこの自然環境の名称ですよね。ここまあ押さえていきましょうよって話です。 アマゾン川と、流域面積は世界最大で、長さについてはナイル川について第2位になってくるということなんですよね。アマゾン川と。非常にこの子地形の勾配が優位ということですよね。だいたい真直すっていうところまで見てあげると、だいたい地形勾配がこのぐらいになりますかね。地形勾配が1万分の1っていう感じですよね。横に1万メーター行って、縦に1メーター上がると。まあそういうのは地形勾配ですかね。 こういうような感じですよ。ね。まあ直せばこういうことですよね。10キロですよ。10キロ横に行って1メーター上がるような地形勾配なので、すごく緩いですよね。だからこれ満潮の時にポロロッカなんて現象も起こりますね。逆流現象ね。うん。 まあ、あアマゾン川ね。まあ、こんなところもピシッとと。そして、あとは、ブラジル高原のところとすれば、ここは安定陸海と。だいたい標高が1000メーターぐらいなんだよね。だいたいゴンドワナ大陸と呼ばれるものが1000メーターぐらいのところが多いかな。インドのデカン高原もそうだしね。はい、あ。まあ、だいたいですかね。オーストラリアはちょっと違うんだけどね。で、寒帯道場のテラローシャが分布すると。で、コーヒー栽培が盛んだやつよってことです。 まあ、ブラジル高原の資材率はね、高いので、まあ、ここでちゃんと土壌の名前、作物の名前、安定陸海だね、ってなところをピシッとと。なので、このブラジルっていうのはさ、安定陸海地域が多いので、鉄の産出も多いもんね。まあ、こういうところと結びつけておくと、後々のためによろしいかなと。安定陸海だから鉄鉱石が要件出るな、ということです。はい。そして、一時化過去。あえてさっき説明しませんでしたけど、ペルーとボリビアの国境であると。 湖面標高が3800メーターと、富士山よりも高い場所に湖があるんですよね。はい。まあなんといっても、ボリビアのあたりはね、標高高いので有名でもございますしね。そして今度はアタカマ砂漠。アタカマ砂漠はチリ北部、気をつけてね。寒流のペルーカイルの影響で気温の逆転が起きると。まあ逆転現象とも言うと。まあ基本的にはこの場所も、 23度26分の S。ナミブ砂漠と同じパターンだよね。向こうはベンゲラ海流だけどね。寒流。海気線のところに位置するので、気温自体は気温だけ高いんだよ。気温が高い割には寒流によって水蒸気供給が少ないっていうのは基本形ではあるけどね。で、さらには冷たい空気が下、暖かい空気が上。これがまあ気候の気温の中ではちょっとよろしくない現象であると。逆転になると。 大抵は上の方が寒くなるにもかかわらずってやつでした。そしてなかなか雨が降りにくい状況で、年がら年中水蒸気の供給は少なく、雨が降る要素がないので、砂漠になってしまいますよという珍しい例ですよね。大規模なこの海岸砂漠の中ではアタカマ砂漠と、あとはナミブ砂漠だと。両方とも南海域線つながりで寒流つながりだぞと,と。 いうふうにして確認しとこうね。そして今度はパタゴニアです。アルゼンチン南部の霊涼乾燥地域。そう、気をつけてね。暑くないぜ。霊涼だぜ。霊涼は夏に使う言葉だよね。夏の気温があまり上がらんのですよ。高緯度側だから。そして砂漠気候。BW。アンデス山脈を偏西風が越える際に、風下側で 赤坂上側で水蒸気を落とし。そして、って感じでしょうね。こういうイメージでしょうね。ここは水面。偏西風で強制的に上昇させられ雨が降る。そして乾いた空気がパタゴニア方向に来る。でも、緯度が高いので、ここはそんなに高温にならず、比較的涼しい感じで。 だけど乾燥すると。水蒸気供給少ないのでね。というものです。まあ昔のおじいちゃんが雨かけ砂漠っていうの名称で呼んでるのでね。まあ一応まだ残ってるけど、こう草寒盛りつけてもつけなくてもいいですよ。お好きにどうぞ。でもまあ今一般的には風化砂漠っていうのが基本ですかね。風下砂漠が。まあ今一般的かなと。ちょっとこれ分かりづらい言葉なので、まだ残ってますけどね。はい。まあよろしいかな。風下側でと。アンデス山脈高いからね、標高がね。 途中でぐわっと水蒸気を落としてくると。本来は加工するときには気温は上がるんだが、ここは高緯度側なのでそれほど上がらずにってことだ。ねはい。さあ、よろしいかしらまあ、あとはここに、ね、寒流だってこともあるけどね。もともとの気温が冷たいからね。それほど温度上昇を見込めないんだね。さあ、よろしいかしらパタゴニア。ここの名称を覚えとくといいね。そうそう。最近パタゴニアはね、僕用やってるぜ。 昔はね、乾燥パンパでやってたんだけど、今あまり羊、乾燥パンパでやるまでもないのでね、そんなに大規模にやらなくても良くなったのさ。もうオーストラリアがシェアを奪っちゃったから、あまりアルゼンチンでヤッキになってやる人もなくなったみたいよ。うん、あまり市場から離れてるっていうのもあるみたいですね。はい。なので今パタゴニアで細々と牧羊をやってるって感じでしょうか。それじゃあ、農業。 農業のところは、うん。この、年功水量が500ミリ以上を境にして乾燥パンパと湿潤パンパに分かれるということ。イメージ的にはこういうことかな。こうやってラプラタ川がいるのね。こっちラプラタ川ね。で、こっちの方にピッ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 って。これは年功水量550ミリのラインがあるのよ。で、こっちが湿潤パンパね。もう丸湿って書くよ。 こっちが乾燥パンパンなのね。はい。この550ミリで分けるんですよと。で、普通はね、あの、乾燥湿潤ってのは500ミリで分けるのよ。でも、ここもね、まあ、550ミリ、550ミリ多く見積もらないと、湿潤じゃないのよ。それはなぜかっつったら、こっちの方でアンデス山脈で、土地で全部水蒸気を落とした空気が降りてきてしまうのでね。なので、 編成風の風下側でいつも乾いた空気が入ってきてしまうので、普通の500ミリでは、湿潤とは言い切れないんだよ。空気自体が乾燥しているので。なので、50ミリ多く見積もって、やっとこう筆と呼べますよ。ということで、ここも特殊なケースでね、50という数字を使うんだ。ね。ちょっとまあ、初めて見る人は何じゃと思ったかもしれないけどね。そういう意味があるんだぜ。みんなそれぞれ意味がある。ということなのです。 さあ、まあ、こちらの湿潤パンパの方、こっちの方ね、ラプラタ川沿いの方に関しては、トウモロコシ、大豆、牧牛。そして乾燥パンパに関しても、牧牛を行ってもいると。ね、先に牧用はパタゴニアと。商業的な混合農業。特にトウモロコシや大豆なんかの飼料用作物も栽培しつつ、そして複合的に行っているって感じかな。こっちは特に穀物栽培はあまり向かないので、 こっちは主に肉牛を中心にやってるという感じかな。こっちは高く形こっちはちょっとね、もう肉専用みたいな感じでやってるってことですわな。はい。さあ、そして今度はアンデス原産の作物です。これは後々スペインなどが持ち、ヨーロッパに持ち帰ってね、広まったものですよ。 トマトもそうでしたね。昔は毒があるとかって話もありましたけどね。いや、食べてみたらうまかったじゃないかって話だったんだよね。そして、ジャガイモ。ジャガイモっていうのもなかなか悩ましいですよね。はじめはこれ、フランスでね、マリー・アントワネットって方がね、この花が綺麗だから栽培しなさいなんてことで奨励したみたいですよねで。その後、ヨーロッパの中である程度広まって、ドイツで食べるジャガイモを、まあ、品種改良をかけたと言われてますよね。 唐辛子もそうなんですよね。唐辛子に関してはヨーロッパに行ったら不評だったんだ。辛いじゃないかということで、品種改良をかけましてね、パプリカ、まあピーマンですね、に変わっていくのです。で、トウモロコシはちょっと範囲が広いんだよね。中南米、まあメキシコのあたりぐらいからっていう感じでしょうかね。アンデス地域という感じで、トウモロコシは結構範囲が広いみたいですね。 あとは、落花生もそう見たいですね。なんか、インカの壺かなんかで、欠片が見つかってるって話ですからね。なので、落花生もってことです。落花生はもう世界中どこでも栽培しますからね。安田道場でも寒けても暑くてもできますのでね。落花生はどこでも生産しますね。はい。まあ、ここら辺原産だったらしいですよ。そして、あとは大都市消費するの大農園。これはもともとローマ期限ですね。 大地主がいて小作農民、大規模な農場を経営するやり方だった。で、これをスペインやポルトガルの人たちが新たな新体力を発見した時にこの土地をどう収めていくかということで自分たちがかつてやっていたような制度を持ち出したんだよね。で、そして導入していくのだ。特にブラジルではファゼンダ、大都市およせの大農園のことだよね。アルゼンチンではエスタンシアというのだと。まあそういう名称だ。呼び名です。 ブラジルの話でくればファゼンダ夫婦つながりと覚えておけばいいかな。そしてアルゼンチン、エスタンシア。ここの二つだけは絶対的なものなんだ。そんなに受験の中でぐちゃぐちゃ細かいことは問われないから、まずはしっかりこの基礎的なところだけはガツッと押さえておこうか。ね。はい。さあ、それじゃあどんどん行くよ。はい。じゃあ今度は人種と民族のところ行きましょうね。人種と民族と。公用語と。ほとんどがスペイン語なのよね。 だってほとんどスペインの植民地だったからね。そしてでもまあ例外的なものとして、ブラジル。まあポルトガル語と。ガイアナ、スリナム。多分これ初めて聞く人いるのかなーって思うんだよね。これも地図上で見てみたらいいんだわ。ブラジルの北側、アマゾン側を越えて、あ、もしくはベネゼエラの東側という感じになるんだけどね。位置的にはこんな感じになるのかなよいしょと。こっちがベネゼエラね。 で、こちらにガイアナスリナムがいると。こっちが普通量ギアナと。独立する気はなさそうだね。うん。ということなのだ。で、これはよく受験の中でも出てくるものではあるんだけど、もう南米大陸、南米地域というのは、このスペイン、ポルトガルのみであると、植民地はね。いやいや、そんなことないよね。このあたりイギリス。 オランダ、そしてフランスもいるわけだからね。なので、ヨーロッパ勢意外といるぞってこと。で、もっと言ってしまえば、こっちの方ね、ギニア湾沿岸地域。あ、ギニア湾沿岸じゃなくて、カリブ海沿岸地域ね。カリブ海の沿岸地域は、もともと西インド会社っていう形としてね、イギリスやオランダなどが浸水した場所でもあるんだ。サトウキビ栽培としてね。このガイアナスリナムなんていうのも、サトウキビ栽培が盛んなのさ。ねえ。 あとは、この辺りって、ケッペの気候区分、サバナ気候なんだよ。さっきのオリノコ川流域のリアノもそうだったけどね。はい。この辺りはサバナ気候なので、おー、防気サイトも取れるのよね。防気サイトね。この辺り防気サイトも取れるぞと。まあいうのも一つね。一つと,とよろしいかと思いますよ。はい。さ、あとは、千円住民。千円住民はインディオ。 最近はまあ、原住民とかって言い方もあるのかな。はい。で、ここの中ではインドの方々、ペルー、ボリビアに多くいらっしゃると。まあ、割合的にね、他の場所に比べればってこと。でもまあ、特にボリビアは多いかな。標高が高いのがポイントでしてね、このスペインの方々っていうのはラプラタ川をずっと使って上がっていくんだよ。このボリビアまで上がっていくんだぜ。そして、ここはあまりにも標高が高すぎたんで、スペイン人が住みつきにくかったんだよ。 なので、あまりスペイン人が入ってこなかったので、この先住民の方々の割合が多くなったという話なのだ。逆に、ラプラタ川の河口下流域っていうのは入りやすいからね、アルゼンチンを筆頭に、ウルグアイなんかも白人の比率が高い。そして、スペイン人なんかの入植も多かったブラジルもね、白人の比率が多いんだということなんだ。そして、この南米で特徴的なものは根血っていうものなんだよね。 実際さ、誰と誰が結婚してさ、どういう子供が生まれようとも、そんなのいちいちこんな名称で呼ばなくたって本来はいいじゃないの。だけどね、ちょっと思惑があるみたいなんですよ。これ、スペイン、ポルトガル地域というのはね、この、黒人の方々、この当時は奴隷として連れてこられていたのでね、ちょっとまあ、今じゃ考えられないけども、身分の低いものとしてね、まあ、それでちょっと礼遇してきたわけですよ。 な、こういう方々と交わることはよろしくないという考え方が多かったようです。ですので、白人の男性とインディオ、まあ大抵男性が来ますからね、船に乗ってね。そして、インディオの女性と結婚した。そして、生まれた子供に対しては、お父さんの財産権を受け継ぐことができると。まあそういうのが法律上決まっていたのですよ。ですので、白人の方々はインディオと結婚するのはよろしいぞと。メスチトに関しては財産権を持たせてあげるし、 ちゃんとまあ優遇してあげるからっていうことだったみたいですね。だから黒人の血が入った場合には、みたいな感じでね、非常にこの身分的な差別、身分制度的なものがあった呼び方なんだよね。あまりこれはいい分類じゃないよね、本来ね。でもまあ圧倒的にね、メス思想が多いのは、やっぱり白人の男性も自分が結婚して子供が生まれると。その時には、やはりね、ちょっと悲しい思いをさせたくないとか。 財産をあげたいと、そういう気持ちがあったようなのでね。まあ、あとは政府も睨んだので、どちらかというとこっちの方が中心的になったってことのようだ。ねはい。そして、まあ、インデオと黒人の。まあ、この辺りがね、散歩と。ちょっと差別的な昔は用語にも使われたということでね。一時期、ちょっとこの名称を呼ばないとこうという話もあったけれども、一応まあ、これは単なる分類上の話だけなのでね。もう今は差別的には使ってませんよ。でもね、かつてはあったんだってことです。 さあ、よろしいでしょうかね。こういう名称、特別な名称、南米でしかない言葉ですからね。ちょっとこういうような言葉も知っておいてみたらどうでしょうか。はい。さあ、それじゃあよろしいかな。じゃあ次行きますね。じゃあ最後はこの南米の文化というところをさらっと見てあげましょう。まあちょっとここは名称的にナスカ文明というものですね。これはもう世界遺産登録されているということで、まあ今回上がってますよ。ナスカの地上絵ですよね。 まあ、よくぞ見つけましたって感じですよね。普通にいたらわかんないんですよけどね。よくぞ見つけましたって感じです。世界遺産ですね。あとはインカ帝国ですね。インカ文明と。ペルー南部のクスコに栄えた文明であるということ。で、このインカ文明に関してはマチュピチュ。まあ、空中都市なんていうことで、これも世界遺産登録と。いうことで、この南米の遺跡はやはり世界遺産登録を要求されてるぞというところでね、名称確認ということでございます。 そして、家畜ですね。アルパカとリャマです。アルパカとリャマ。まあ、同じラクダ科の動物で、アルパカがなんかモコモコしているという感じですね。で、毛を取って、もちろんこれは高級の毛としてね、利用していくんですが、リャマも毛む知りますよ。で、リャマの毛っていうのは、実際にフェルトのようにしてあ、布にしましてね。で、それで、あの、帽子、フェルトの帽子であるとか、あ,あとはポンチョですよね。 こういう布、大きい布をやって真ん中に穴を開けて、ここからスポッと頭をかぶると、てるてるボズみたいにね。まあそういうようなものでもありますよ。ここは寒暖差が激しいですからね。昼間と夜の温度差が大きいので、着脱がすぐにできるようなもの。こういうものを利用するということなんです。リャマの毛に関しては、こういうようなポンチョとかね。帽子とか、フェルトの帽子なんかに使うし。アルパカはもう売り物として使っていきますからね。 でもね、この子たちはやっぱり荷物を運びますよ。空気が薄いのでね、重労働ですから、家畜にやらせます。運搬とかさせますね。あとは家畜なので、究極手段お肉になりますからね。アルパカ君もモコモコして毛だけと思ったら大間違いですよ。最終的にはお肉になりますからね。最終形態は肉です。はい。まあそんな感じでね、まあ捨てるところがない。利用を散々パラするというものです。ラクダ科の動物。鉱山地域に多いものですね。 そしてあとは最後はこれでしょう。ファベーラ。これは英語圏ではスラムと呼んでますよ。そう。ファベーラもスペイン語圏、ポルトガル語圏での名称です。特にブラジルのスラム。貧困街のことを言いますからね。不法、居住者の建てた小屋などが立ち並ぶ。まあスラムのことです。これが英語圏ですね。ものは同じですよね。 はい。ですので、ファベラと出てきた場合には、これはもう、スペイン語圏、ポルトガル語圏だという話です。はい。さあ、よろしいかしら何でもごくばっかり振り回されないように、ちゃんとそれぞれ意味もあるし、ちゃんとこういうものとくっつけながら、ね、どういう時には何を使うのかとか、そういう言葉がしっかり分かってくるとね、この知識の勉強もね、ぐぐっと応用が効く,くようになっていくと思いますよ。 さあ、それじゃあ今日はここまでといたしましょう。じゃあ、終わります。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい、それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。